らざるを得ないよね、これこの状況で。ウサンチマンの街並み。こんにちは、ルサンチマンです。よろしくお願いします。蒲田のは梅屋敷というところに来てるんですけれども、なんでもここにボリューム満点のラーメンを出してくれるお店があるらしいんですよ。本当ですか？本当なんですよ。ね、そう、あなたね、結構あの若手芸人界切っての大食いキャラですけど。そうなんですよ。もうね、お腹いっぱいになることでもう命かけますからね。なるほど。はい、もう任せてくださいよ。もうじゃあ早速行ってみますか。ね、行きましょう、行きましょう。ですね、あったこちらですね、こちらデンというラーメン屋さんなんですけども、こんにちは。あ、どうもどうも。いやー、ねえ、いや、もうなんかね、このなんて言うんでしょう、食欲をそそる匂いがね、なんかニンニクの匂いがしますね。いや僕もね、あのそんなに彼ほど大食いじゃないんですけど、めちゃくちゃお腹空いてきましたよ。食いましょうよ。食いますか。ねえ、あ、店長さん、はい、あのこちらのラーメンってどんな感じのラーメンなんですか？タワーみたいなガッツリ系ラーメン。タワーみたいな、はい、ガッツリ系。タワーみたいなラーメンってなんですか、どんだけ盛るんですかそれ。ラーメンをタワーで例える人は初めて見たよ。いや本当ちょっとなんかもうそんな会話してる間にもお腹空いてきたね。そうですね。じゃあもう早速ちょっとお願いします。わかりました。はい、増やしてもらえたりするんですか？そうですね、こちら。あ、これですか？あ、無料トッピングあります。多め、増し、また、増し増し。増し増し。じゃあ、もうせっかくだからね。そうですね。じゃあ、増し増しで。うん、じゃあ、増し増しで。結構ありますけど、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。いや、もうそれはもう、こいつね、底なし胃袋なんですよ。はい。わかりました。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。お、来ましたね。はぁ、すごいですね、これ。大丈夫か、お前。こんなの、見たことないですよ。これ見てください。ねえ。ねえ。いやー、すごい。もう、限界です。表面張力張ってますよ。なんかね、ラーメンだけど、もうアートって感じがするよ、これは。早速じゃあ、食べてみましょうかね。はい、行きます。行きますよ。はい、じゃあお願いします。はい、いただきます。いただきます。これもうね、山を どこから崩していいのかっていう、ね、そうもうそこから難しいですよ。どこから手をつけたらいいのかっていう、ね、ジェンガみたいな感じですよ。早く食べろや。いただきます。まあ野菜からいかんなるのえないよね、これ、この状況で。どう、あの野菜のこのやつのキャベツが入ってるんですけど、はい、すごいシャキシャキしてるんですよね。あ、茹でたて。はい。いやしかしこれすっごい量だよね。多いですね。ちょっと、食べたかった。一心不乱に踏んでるところ悪いんやけど、俺にも食べさせてくれや。食べたくなったか。食べたいがな。横でこんな中で食べたらな、もう食べたくなるやろ。あ、よ食べさせてくれや。分かったよ。もうちょっとラーメンもらっていいかな。お、ラーメンの方いただきます。いや見てください、この野菜の量ね。ちょっとまあ、ね、さっきよりは若干減っちゃいましたけど、だいぶ減らしてたよ。でもこれでもまだね、これでも多いです。これでも不正規のラーメンよりはでしょ、はるかに多いです、ね、一般的なラーメンに比べたらまあマシマぐらいはありますね。マシマってじゃあちょっとこの背脂がたっぷりかかったシャキシャキ野菜をね、いただきます。シャキシャキしてるでしょ、うん、すごくね、新鮮な味がする。
野菜、スープにも野菜が染み込んでる。野菜、ニンニクとか、はい、ニンニクも。ああ、なるほどね。栄養ありそうですね。栄養価満点の気がするね。うん、食べた。いやもうね。もう全部食べた。もうめちゃくちゃ満足。いや美味しかった本当にね。ねえ、いやもうこんなだ、こんなにあったからね。あれが今ね、僕の胃袋の中に入りましたよ。僕もね、最初の野菜を食べたから、そうだった。もう一個食べましたけどね。これね、しばらくすると、いやしばらくせんでも、うん、まだ食べたくなる。まあそうだね。ね、明日にはまた食べたくなる。食べたくなるね、明日には。いや、今夜かもしれない。それはない。それないか。それないね。そう。で、ちょ、結構このお店、ファンが多いんじゃないですか。ですよね。はい、ね、結構こんなのあってもう若いね、もう食欲旺盛な連中はもう毎日毎日来るんじゃないですか。サラリーマンとか来ますよね。はい、ね、ガツガツしてる奴らはね。もういやー店長、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。本当に大満足です。美味しかった。美味しかったね。また来ます。お願いします。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい。いやー美味しかったしね。量も半端なかったし、なんかもう本当にね、全てが満たされたって感じがするよ。ニンニクがね、やっぱ効いてたっていうのもありますしね。感じが効いてましたよ。あと店長も結構優しいそうな人だったね。そうだね。ちょっと怖い人なのかってね、このあこういう感じの店って入る前はイメージしたけど、全然もう優しい。なんだろう、ちょっと流れたいなと思った。なんでやねん。違うだろう、ね、また来たくなるもん。そうですね、ね、間違いないです。間違いないです、はい、ぜひ皆さん来てください、はい、ね、ごちそうさまでした。